エッジウェア駅、エッジウェア駅、エッジウェア駅、英語、エッジウェアチューブステーションは、にある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、ノーザン線エッジウェア支線の終点で、南隣、ロンドン中心寄りには、バーンと奥駅があり、に含まれる。当駅は、ハイストリートから北東に分岐した、ステーションロードに面し、駅は、ハイストリートから500メートルほどのところにある。駅舎は、 道路からやや下がった位置にあり、駅前には車からの乗降や荷下ろしのためのロータリーがある。駅の右側には、とバスの車庫に通じる道がある。当駅は1924年8月18日、ロンドン地下電気鉄道参加のハムステッド中部の第二期延伸線の終点として開業した。駅は建築家が設計、片面ホーム一面一線、一番線。 島式ホーム一面二線、二番線、三番線があり、島式ホームは屋根で覆われている。1867年にはすでに、ロンドンノースイースタン鉄道、英語、ロンドンノースイースタンレイルウェイ、ルナーの駅が開業していたが、当駅が開業した1924年時点では、駅周辺には存落ある程度だった。地下鉄の新駅は、 駅開業により開発が加速することを期待して、村落の北の外れの空き地に設けられ、1920年代を通じて、宅地開発が行われた。駅の位置は、ロンドンノース・イースタン鉄道の既存線からこの、路線の終点の直前で分岐し、経由で、ワトフォードジャンクションまでの路線を計画していた、英語、ワトフォード,ンドエッジウェア・レイルウェイ。 W&ER の駅を定地に隣接していた。1933年にロンドン地下電気鉄道を含むロンドンの公共交通機関運営会社を統合して設立されたロンドン旅客運輸公社は1935年にを発表。これにはハムステッドチューブとシティサウスロンドン鉄道の路線が一体に運営されるようになって以降は モーデンエッジウェア線と呼ばれるようになっていた後のノーザン線に大きな影響を与える次の計画含まれていた。この路線の認可は19世紀にワトフォードエッジウェア鉄道に与えられていたが、ロンドン電気鉄道が1922年にワトフォードエッジウェア鉄道をこの路線を建設する権利ごと収した。元々の計画ではこの路線は、 ロンドンノースイースタン鉄道の路線に接続されることになっていたが、ニューワークスプログラムでは、モーデンエッジウェア線に接続しよう変更されている。ロンドン地下鉄のエッジウェア駅の南200メートルのところにあった、ロンドンノースイースタン鉄道のエッジウェア駅は閉鎖され、ロンドンノースイースタン鉄道は、モーデンエッジウェア線と交差すると駅すぐ東の地点から地下鉄に乗り入れ、 当駅にはホームが増設することになっていた。当駅周辺とは別に、ロンドンノースイースタン鉄道は、イーストフィンチリー駅とフィンズベリーパーク駅でも、ロンドン地下鉄と接続する計画とされ、エッジウェアからは、下記3ルートで、ロンドン中心に向かうことができることになっていた。ロンドンノースイースタン鉄道の路線の改良と、当駅からブッシーヒースへの延伸計画は、 第二次世界大戦の勃発により中断された。当駅のホーム増設工事は着工され、1939年に改良工事に伴って、ロンドンノースイースタン鉄道の路線は休止された。当駅から先の延伸線のトンネル掘削などの工事は着工済みだったが、戦中は工事が中断された。戦後、と呼ばれる。 ロンドン地域の拡張を制限する計画が実行された。グリーンベルト、緑地帯として開発が制限された地域の中に、ブシーヒース延伸線が含まれていたため、この沿線を託地することが困難となり、この路線を建設する意義も失われたことから、延伸計画は中止された。ロンドンノース・イースタン鉄道のエッジウェア駅での貨物営業は1960年代まで、 継続されたものの、旅客営業が再開されることはなかった。この路線の電化はわずかに、フィンチリーセントラルとミルヒルイーストの間の一駅間のみで行われ、この区間だけがノーザン線に組み込まれた。残りの区間の改良計画は1950年代に正式に中止された。1946年7月27日、当駅に到着しようとしていた。 北高列車の運転士が心臓発作を起こし、列車は約時速8キロメートルで車止めに衝突した。乗客に死者、重傷者は出なかったが、運転士は心臓発作により、事故車両から救出される前に死亡した。事故の状況から運転士がデッドマン装置を無効にしていたことが判明している。この事故の状況は1975年のと告示している。 2008年から2009年にかけて、ロンドン地下鉄の維持管理を自宅するによって、バリアフリー対応のためのエレベーター設置、監視カメラの改良などの工事が行われた。ロンドンバス32、79、107、113、142、186、204、221、240、251、288、292、 303,305,340, 深夜バス N5、N16,N113,614,644 が当駅と経由する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。